に向けて口周りのシワ、おすすめのハヨガはウーエーワークです。ウーエー。こんにちは、ハヨガチャンネルです。最近気候が良くなってきて、外へ出たり外出する機会も増えましたけども、その時日焼け止めを塗るとかお化粧をする、その瞬間鏡を見てドキッとしたことないですか？口周りのシワがあれ目立つわとかって思ったりすることないですか？口周りのシワが表情筋が動いてないとか、姿勢が悪く下顎が下がっているのが原因かもしれません。マスクをまだしているとなると、余計にこう表情筋が動かずに呼吸も悪くなって下顎がこう下がってしまいます。そこでおすすめのハヨガはウーエーワークです。1日1分でできますので、動画を見ながら一緒にやりましょう。目線がまっすぐなるような、あの洗面台の鏡を見ながら目線をまっすぐ、姿勢をこう正してやりましょう。ではやっていきますね。うーっと声を出しながら、こう唇を尖らせて突き出します。声を出しながら舌をまっすぐ突き出します。舌ができるだけ下の歯とか唇につかないように前に出します。っていう感じですね。横から見たらこんな感じです。うーです。このうーとで1回として一連の動作を10回繰り返します。では10回やってみましょう。うーうーうーこれで10回です。いかがでしたか？表情筋ほぐれた感じしましたか？姿勢もこうビシッとなりましたか？1日1分でできますので、お出かけが増えるこれからの季節に向けて、ぜひ毎日やってみてくださいね。おかげさまで、こちらのハヨガチャンネルをご覧いただいた方から、皆様からの反響が大きくなって、で全国各地での企業とか行政機関からも講演のご依頼を頂戴するようになりました。お問い合わせ先がこう分かりづらい、どこに問い合わせたらいいのっていうお声をたくさんいただいたので、講演用のホームページを立ち上げました。もし気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄から詳細をご覧ください。よろしくお願いします。